はいどうも、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。今日はね、スマホ直撮りでレトロゲームやっていこうかなと思います。でね、今日横にね、彼が来てくれています。はいどうも、こんにちは、こんばんは、社畜のようだと申します。はい、今日マイクないんでちょっと声とか小さいかもしれないので、ちょっとボリュームだけ大きめでやってもらおうと思うんですが、やるゲームがですね、ドラゴンクエスト5。あ、俺名前あれだ、邪神になってる。なんで邪神なんだよあのね、本名でやっちゃってるかと思って、最初からやろうかと思うけど、じゃあいいや。これ僕の中学時代にやったのが最後なんだけど、はいはい、ちょっとじゃあここ攻略していこうか。そうですね、全く覚えてないけど、てか今どこにいんのこれ。分かんない、下に教会って書いてあるけど。はい、この教会の曲好きだな。おーって、これどこだ、どこ、ここ。主人公いてスライムナイト、キングレオ、キングレオ、何な、これアムライオンか、これ多分。うん、ちょっと操作方法こんな感じ。コドラン、うん、あドラゴンキーズか、うん、でレベルが25、うん、ってことはだぜ、うん、これってさ、まだ子供生まれてないんじゃないか。生まれてないか。レベル的に多分生まれてないんじゃないかな。これどこマジで。教会だろ多分。だからこれあれじゃん、主人公がさ、うん、あれ奴隷だったじゃん、うん、あれから落ちてきたとこじゃね。だからこの上の塔じゃねえかな。俺この塔から多分来たと思うんだよな。塔から来たっておかしくねえよ、だって。マップ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 、やべやべ、マップってどこだ、出すの。分かんないよ俺。あ、これだね。多分これじゃないか、塔って。いいよ、入ってみよう、入ってみよう。ちょっと音量上げるか。ちょっと上げるね。ちょっとごめんなさいね、テレビの音量で出ちゃいますね。もしもこれが子供生まれてないっていう話だったら、うん、まあ嫁さんが連れ去られたから助けに行くって話だと思うんだよ、うん、で、どうもなんか主人公がいないってことはやっぱそうだよね。いけ、戦闘だし、やばいやばい、戦闘戦闘、逃げる。ちょっとでもメスバラいるもんな。戦ってみるよ。でもやっぱメスバラいるもんな。どんな感じで。あ、普通にでも勝ててるよ。ってことはやっぱあれだよ、あの嫁さん、うん、助けに行くのかな。多分その塔で合ってるんだよ。この塔で合ってる。うん、絶対だな。わかんねえよ、行ってみろっつんねんだから。行くぜ。ああ、いや俺ここ来たもんだって。これ左側も確かさ、あれだよね、あのハグレメタルだかが低確率出んだよな。確かこっち側。俺ここやったよ、絶対やった気がするんだけど。これどこだ。あ、答える数だ、違うな、うん、これ違うのか。じゃあここマジでだって確かこっからようやく出てこれて、あそこでセーブしたような気がするんだよね。あ、じゃあ旅の扉のとこか、これもしかして。見てみる、旅の扉かな。でもなんか今さっきいたもんな、人が。人いた、おかしいもんな。いや、まあ、絶対か分かんないけど、厨房の時だから、うん、でもここはもう攻略してる気がする。これほら、あ、ほんと終わってるな。終わってるよ。そうすると、うんうん、次行くとこっていうのどこだ、あの町、ちょっとあの町行ってちょっと聞いてみるか、いろいろ話を、ね、思い出したいし。全然分かんないです一応なんか自分のね、うん、ヨーダも、うん、5はやりました、うん、それこそあのクリアして裏ボスも倒して、うん、まあ仲間全員は集めてないんですけど、ある程度前にやったんですよ、うん、だ主人公としてのレベルはマックスぐらいにはしたし。じゃあお前覚えてんだろ、ここ覚えてないよ、だってこれ中盤も中盤じゃないか。だってこれて、まあ、鳥はちょっととにかくいいから、あの町行こう、町行って情報収集だ、情報収集しよう。どうだっけ、ルーラー覚えてないっけか。あ、まあ、そっか、ルーラもあんのか。うわ、そこそこ長かった気がするって。はオークキングって結構強いんじゃない。でも結構 やれてるよ。爆裂剣じゃん。うわ、いつもの 50% 邪神ってなんで邪神って名前なの。お前さ、うん、多分この頃だと思うけど、メガテンにハマったんじゃないか。
メガテンはでも厨房だからメガテン、あでもやってない厨房の時は。やってない。でも小学生で買ったけど、うん、諦めてて高校までやってないから。なるほど。あ分かった俺。被弾だナルトの。あそういうことだったね。邪神教の。なるほど。俺てっきりさ、うん、お前の中二病だと思ったっけ。まあ中二病っちゃ中二病なの。この前ここであの怪物のパオームが倒れてたって。妙に安らかな死に顔で最後は神様に見とられた。パオームが死んでたってなんだろう、象牙。レバー館長聞いてみるか。じじい教えろ。ここの教会は古くから使う不思議なインク、それも残りわずかというもので、新たに作り出すために私が呼ばれた。しかしそのインクの作り方あまりにも複雑で出来上がるまで。何インクって。あー分かった。これね、工芸品工芸品工芸品。うん、あとでさ、ほらあの砂漠のとこにさ、うん、建てられるじゃん。なんだっけ、北の山ってなんだ。北の山、怪物たちの集団が北の山に走っていきました。気がつけてその中人の姿が見えたような。あ、じゃあ北か。北の山に行けばいいってこと。でもこれエビルマウンテンじゃないもんな。エビルマウンテンではないと思うよ。どうだっけ、この塔のとこにさ、うん、あれなんだっけ、まあこのゲームの主人公の宿敵のうちの一人、うん、ゲマ。ゲマじゃないよ、ゲマのあのジャミ。ジャミだね、ジャミ、あの馬面のジャミがいるんじゃないかな、うん、じゃちょっと北の山行くか、うん、北の山ってどこ。この上じゃね。北って向こうだよね。とりあえずあのさっきのマップ見てみるか一回。マップの手をなしてね、このマップを。え、とりあえずあれだよね、この塔の裏側。あさらに向こうってことか。だから左側から回ってって、うん、だ左だね、左側から回っていって、ね、じゃないのっていうか、ね、あれ欲しいな、聖水。戦いたくないぞ。明治キムラ。まああんま強くないだろうね。やべえ、めんどくせえ、マヌーサめんどくせえ。マヌーサが一番めんどくさいな。ちょ、引くか、引こう。てか、アームラインつ…あでもアームラインつ…レベル低いんだよな、こいつ。やばいって。あ、いける。コドラが…コドラやばいね。コドラってか、まあ…ドラゴンキッズだね。うん。さよなら。ちょっと回復させるか。そうだね。主人公はベホーミしか覚えないんだっけ。ベホーマだっけか。呪文…待って。反応しね…あ、本意味覚えてんじゃん。いいじゃん。コドラ。ホイミ？ベホイミじゃないの？え、もったいねえら。え、同じじゃん。75なんだから。あ、そうか。どうした、ニピカ。ちょっと精神的に来てんのかな、俺。君確かあれだよね、ドラクエ5やったことあるんだよね。あるよ。あるんだけど。覚えてるよね。モンスターズもやったよね。やったよ。覚えててんのか、おい。やばいな。あの塔かな。え、でも登れんよ。わかんねえけど。ちょっと待って、君こそクリアしたんじゃないのかい。あのね、うん、君クリアしたっつうけど俺高校の時だぜ。これ、いや高校っていうかあれか、下手すりゃ20歳くらいの頃か、うん、あの DS で出た頃なんですけど、うん、その頃にあの出たやつやったもんで、うん、なんか俺もここさ、うん、北がわかんなくてでもずっとさまよって覚えあんのよ。てか相変わらず強えな、ピエール。ピエール強えな。じゃスラムナイトはね、レベル99にもなるしさ、うん、ベホマを覚えるしね、自分で。勝手に。で、あとメタルキングの盾とさ、剣を覚えるんだよ。これねえぞ、北の山。なんかね、あの塔なのは覚えてる。なんだく。あの塔なのは。え、あの塔ってさ、うん、この塔じゃねえの？いや、あの塔なの？あの塔から海を渡ってこの塔に来たとかじゃないんだ。どうだっけが。北の山って言うともうこっちないんだよな。ないよ、北の山。北って上だよね。上で合ってるよ。あ、パオームいる。これ倒せばいいのかな。いや別にパオーム倒さなくてもいいんじゃない。倒す必要あるのか。そう、わかんない、ちょっとやってみる。うん、てか別にここ倒す倒さないっていうお話じゃない気がするんだけどな。しかもパオーム強い。待って、行け、頑張れ。よし、オープキングもな。全然呪文とか使ってこないな。ねえ。うわ、うまくねえな。経験値。経験値な。ちょ、あれないかな、なんだっけ、間違えた。ん？あれ？なんだっけ、呪文のさ、なんだっけ、リレミト？違うな。あ、でもルーラーはもうすでに覚えてんだもんな。ルーラー覚えてる。ちょっとあれ使いたいよな。あれ？なんだっけ、
精神と時の部屋じゃなくて、何言ってんの、お前。聖水の。聖水、聖水。あんじゃん、持ってんじゃん。ちょっと聖水使うか。これで。そっちなのかな。いや、わかんない。でも、これ一瞬回っちゃってるよ。だよな。あれ弱くないの。アーム3体もいるし。これ戦わないといけない？いや、関係ない。逃げてもいいんだろうけど、逃げれる？そもそも。わかんない。あ、これ全員逃げるって言わなきゃいけないんだ。いや、関係ない。逃げるやつは逃げて、うん、攻撃すれば攻撃するやつでもいいと思うよ。うん。回復させようね。そうだな。いきなりグタグタってんだけどよ。いや、なんかこの、もう、だから中学の時にやって、俺、二十歳ぐらいでもう一回やってみたんだよ、これ。そしたら、もう、俺が、だどこにいるか分かんなくて、これなんだこれ、みたいな。で、なるほど、そっからまた今に至るんだよ。どうするもう一回情報収集してるか。もう一回戻る、ちょっとあそこの、家に。でももう10人いないよ。他に？他にだって、このおばちゃんじゃん。うん。この前、怪物のパワーが倒れてた。うん。今、北の山行けって話なんだろうけど、おい、その行き方教えろって話なんだよな。インクの話じゃんね。だってここもう部屋ないでしょ。ないよね。ないね。2階ぐらいだもんな。他ってない？周り？周りもなさそうだね。あね。あないね。でも北の山っていうさっきのあれだもんな。北の山だもんな。うん。まあえて南行く？ちょっと。あ、でももうないんだ。いけないいけない。え、ここ何マジで。で、あ、でもなんか、あ、うん、あっち側のね、あのお城みたいなのは違うと思うんだよ。あー、どうだっけか。ね、なんかしらでさ、祠だったような気がするんだよな。どうだっけか、俺もね、なんか覚えてねえんだよ、あんまり。しかも聖水使っても出てきちゃうからな。だからそれだけ多分あれだよ、うん、モンスターのさ、うん、レベルがなんだろ、と同じぐらいってこと。あ、下手すりゃ相手が強いかもしれんっていうレベルだからさ。はいはいはい。あれやばいよ、もう動画12分ぐらい撮ってるけど。嘘だよ。こんなに進展しないのもなかなかないよ。結局俺の過去の記憶は呼び覚まされることなく。なんてこったい。ああ、でもやっぱデモンズタワー行かなきゃなんないんだよな。え、じゃああれかな、やっぱあの塔ってこと。ちょっと塔で話聞いてみる。どうだっかな。でもあれだよな、ここは今あれだもんな。兄さんどこ行ったんだろう。で、ここではぐれメタル出てくるんだよな。俺はよ、弟が来るのを待ってんだ。で、これ宝っていうので、ちょっと回復する。あ、でもさ、うん、多分そこが、うん、どこだろう。今さっきのはチゾットの村なのかな。チゾットの村じゃねえだろ、ここだよな。なんかめっちゃ怪しいやつらいっぱいいるけど、これ戦っててもいいのかな。逃げた方がいいかな。逃げた方がいいんじゃないか。あれ、でもデモンズタワーだからな、合ってるはずなんだけどな俺。じゃあこのタワーがあれ攻略対象。だってあのグランバニアも行ったもんね、多分行ってる。グランバニアは行ってる。で、試練の洞窟は行った。でもほら見て、宝箱とか取ってるじゃん。ああ、試練の洞窟。何試練の洞窟って。ってあるはずなんだけどな。ああ、でもガボットデビルダンス、デビルダンス行ったもんな。うん、普通に戦ってたよ。うん。で、ホークマンだろ。うん。シエンの洞窟。うん。あ、マジで分からない。分からない。あ、でも
かしな試練の動き。ほら、宝取ってるもん。あ、これさっきのとこか。どっかが、あの、この洞窟、わからん。でもさ、空飛ぶ靴持ってるもんな。空飛ぶ靴って何？あれあれ、その空飛ぶ靴ってのがあって、で、で、北の教会に移動するって書いてある。北の教会？さっきの北の教会じゃないか。え、あれ南にあったけど北の教会なの？じゃないの、多分。でそっから北に向かうとデモンズタワーへ行くことができますって感じ。それがこれがデモンズタワーってことだと思うよ、それ。じゃあ俺攻略断念してるって感じなのかな、ここかもしれねえか。もしくはダメージ食らいすぎて一回戻ったんじゃね。ああ、ちょっと見てみよう。じゃあデモンズタワーでさ、じゃあデモンズタワーってどんなところなの？北の教会はデモンズタワーは、あ、めっちゃ逃げれねえ、逃げれねえ、やべえ。シールドヒップは出てきたんだよな。デモンタワー攻略マップ、ちょっと一回切るか。そうですね、一回切ります。じゃあちょっともう一回後で、ありがとうございました。ありがとうございました。ついでに言うとここはやっぱデモンタワーでありました。 OK。